e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間はマドリーチャマルティン対インテル、こちらの一戦をお届けいたします。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。キックオフです。マドリーチャマルティン対インテル、強豪同士がぶつかる90分、トッププレーヤーの共演を堪能しましょう。今日の試合はサポーターも楽しみにしてたでしょうね。はい、いいゲームに期待したいですよね。ケトラエル、ルンメニゲ、裏へのスルーパス、シュート、触れた、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。キーパーいい反応でした。このファーストハーフ最初のコーナーキックはマドリーチャマルティン。インテルはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。マドリーチャマルティンは2本目のコーナーキック、インテルはまだありません。これはキーパー、デミチェリス、モドリッチへ、ファンダイク、モドリッチ、モドリッチからルンメニゲ、ルイス・アルベルト、このボールをカットします。メッシー、さあカウンターのチャンスになります。ここはカットします。カゼミロ、ケトラエル、さあフリーだ、シュート、いやこれはわずかに右でした。素晴らしいシュートだったんですけどもね、枠に入れたかったですよね。インテル、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。さあカウンタースピードを上げたいところ、ルンメニゲ、モドリッチ、ルイス・アルベルト、このディフェンス、このボールに触ります。ファンダイク、今日のゲーム両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか。まだ点も動いてないですからね。まずは主導権を握る上でどうするのか。シュート、ノイアー、いやー今のは北澤さん、キーパー素晴らしかったですね。よく止めましたよね。いい反応でしたよね。このピンチでしたがナイスセーブ。マドリーチャマルティンは3本目のコーナーキック、インテルはまだコーナーキックがありません。メッシー、メッシー抜けてくる、さあ来た、シュート、あーちょっとつくことができなかったか。ディフェンス陣非常にこうアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコース見つけてましたよね。奪われると危険な位置、カゼミロ、前半の中盤に差し掛かりましたがまだスコアに動きはありません。スペースへ、ムバッペ、うわ展開早くなってきましたね。カゼミーロへ長いボールを送ります。これは読んでいました。カゼミロ、ここはドリブルで上がる、スペースを狙った、このパスはキーパーへ、パスを出したんですが追いつけませんでした。ルイス・アルベルトからメッシー、足元のクロス、
モドリッチ。カンテ。ケトラエル。ルンメニゲーのボール。さあ打てるか。絶好の位置。シュートー。モドリッチ。シュートまで行きましたがボールは惜しくも枠の外。いい位置でフリーでしたからね。ここは決めておきたかったところでしたよね。おっと、エルナンデス。ルイス・アルベルトへ。ルイス・アルベルト。インターセプトを狙う。スペースを狙う。なんと止めた。こぼれます。さあコーナーキック。インテル。いけるか。シュート。コーナーキックが続きます。インテルはコーナーキック2本目。シュート。これはキーパー。カゼミロ。ここからですね。空いてますからね。立て行きたいところですよね。トナーリ。柔らかいパスと呼んでいた。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどもね。ルンメニゲ。デリフト。流れを止めます。スピード上がってきますよ。裏へのスルーパス。インターセプト。これは届くか。シュート。ゴール。インテル。前半のアディショナルタイムスコアが動きます。素晴らしいスルーパスからのフィニッシュ。タイミング完璧でしたね。そうですね、タイミングバッチリでしたよね。一瞬の判断でしたけど。パス。そして今前半終了の笛が吹かれました。前半から得点が動いています。インテルまずは1点先制して折り返す前半となりました。目まぐるしく攻守が変わっていく中でチャンスを見逃しませんでしたね。この後引いて守りきるという方法もありますけど、まだ1点差ですし、守備に少しでも不安があるという状態ではちょっと怖いですよね。マドリー・チャマルティン対インテル。インテルがまずは1点先制して後半へと向かいます。シュート。決まった。追加点。インテル追加点が決まりました。これで差は2点。レバンドフスキー、うまく相手のマークを外してのシュートでした。いやさすがの決定力ですよね。ボールを受けてからシュートまでイメージ通りって感じでしょうね。さすがハイレベルなプレーを見せてくれますよね。さあインテル得点を重ね2対0という展開。インテルとしてはこれでさらに試合運びがしやすくなりましたよね。2点のリードはメンタル的にも大きいですよね、はい、非常に重要なゴールになりましたよね。カゼミロ、ルイス・アルベルト、パスでつないで攻め込んでいきます。カンテ、マドリー・チャマルティン、カウンターを仕掛けていきます。固いディフェンス、中心ファウルを取りました。さあこの位置、絶好の得点機でしょう。1点返したい。ノイヤ
ファインセーブです。直接でしたが止めます。キーパーナイスセーブでしたね。こういったところでしっかり止めていけるっていうのは大きいですよね。スルーパスを出す。エルナンデス、スルーパスを狙う。ムバッペ、ここは笛が鳴ります。やや深い位置からのフリーキックです。どこ狙ってきますかね。エルナンデスからヘッドだ。防ぐ。マドリー・チャマルティンは先ほどから見ていて前線の選手が北澤さんあまり守備に戻ってきていないですよね。まあおそらく監督の指示でしょうね。やはりその狙いはカウンターということになるんでしょうか。そうですね、前線でのプレスがかかりづらくなるので、はい、ある程度押し込まれるのを覚悟でロングカウンターを狙ってるんだと思いますけどね。まあでも残っている選手は守備を免除される分、はい、攻撃時の責任は重たいですよね。少ない人数でも最低でも来た。シュート来た。追加点インテル。試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。ムバッペ、